はい、どうも萩さんです。初めてのキャンプ来ました。竜神の滝キャンプ場っていうところなんで、予約がね特にいらないキャンプ場なんですよ。川沿いにあるんですけど、もう虫がと、今後ろのところにね、これからキャンプテント張っていこうかななんて思ってるんですけど、まあすごい人ですね。こんなに人がいっぱいいるとは思いませんでした。結構あんまり有名ではないみたいなんですけど、川があって奥にね滝が流れているような、そういうようなロケーションみたいなんですよね。後で滝の方行ってみたいと思いますけど、なんせ初めてのキャンプなんで、ちょっと勝手がわからないんでね、ちょっとルールだったりとかそういうのもちょっと気をつけながらねやっていこうかなと思っております。まずはね、場所この辺でいいのかななんて、ちょっとねみんな通り道の手前なんですけど、なんせ場所がないんで、少し空いてたのここぐらいしかないんで、これでちょっと設営をしてみたいなと思います。では、じゃあね、ある程度今準備が終わったんですけど、少し前傾をやってみましょうか。萩さんの今日のベースキャンプはこんな感じですね。初めてにしては物が豪華かもしれないですけど、基準がわからないんで、はい、ここからはね、ナレーションをお送りいたします。実はですね、声が全然入ってなかったんですよね。それなんで今説明してるんですけど、この今沢があって、ここの崖の下のところにですね、ちょうど見えてるのが今萩さんのベースキャンプ、初めてのベースキャンプですね。でここをぐるっと回っていくと、こう中段になります。ここで水場がありますので、あとはその灰を置く場所ですね、こちらの方で終わったりやってください。でこちらの奥にですね、見えてはいないんですけど、トイレがありますし、で右側のところ廃材が置いてありますね。これを使うことができるという形になっております。で早速ね、薪をもらってきました。これってね、どういうのを使っていいかわからないんですけど、廃材を結構真四角に切ってあります。これはね1回100円で利用することができますので、これで薪割り、これをやりたくて来たとも言っても過言ではありません。はい、じゃあね、人生初の薪割りにチャレンジをしています、ね、なんか見よう見まねで木を下にやって、その上にやればいいっていうのは聞いたんでね、木目を見よく分からないけど、木目に沿ってやってみた。さあ一発目どうかな。おりゃ、1回目大成功っていう形でね、どんどん行けばよかったんですが、正直全然切れなかったんです。今見返してみると全く思うんですが、全くストロークが足りてないまあなんか猿が初めてで石で道具を使ったような形になってます。見てて情けないような形になってます。でね、やっぱりね、だんだん隣のおじさんのね、姿を見てね、うまくはなってきたんですけど、もっと振りかぶってやらなきゃいけないっていうのを後々気づくんですが、全然切れてないし、切れたものがもう、あさっての方向に飛んでいってしまうので、半分、なんかやけになってきてます。まだね、この時は体力に自信があったので、よし、やるぞっていう形でやってるんですが、だんだんうまくいかなくなってきてしまっている、そんな状態です。さあ大きいのに来ました。じゃあこれは行くか。行くわけありません。何を無謀な斧なのかなんだか、アックスっていうやつ買ったんですけど、肌悪いのかなとかでいろいろ思ったんですけどね、まあやっぱりね、やってみるの見るのとね、自分体験してるのは大違いっていうところで、こんなの太刀打ちできないような形でもうコスコスやってますけど、ああアホが道具を初めて使うような姿になっております。わあ情けないまあ頑張ってトントントンとやっております。で抜けないっていう、全くこう乾いてなかったのもあるかと思います。もっと頑張ってきます。はい、萩さんです。ちょっとね、休憩がてら竜神の滝キャンプ場なので竜神の滝に来ました。ここは群馬県上野村になりますね。もう村の9
9割近くが森っていうところなんですけど、こういうロケーションなんですよ。川の一番上にはギリギリまでほらテントを張ってる方もいらっしゃいますし、下に降りられることも可能だそうなので、わあすごいね、立派だね。こんな感じですね。ちょっと近くまで行ってみましょうか。近くなんで、なかなかね、水辺のキャンプ場っていうのはね、はい、という形でぐるーっと、もう男たちなんかは水の中入ってる方もいらっしゃいますけど、すげえな、下まで降りられるのかな。しばらく悪いけど、あ、行ける、全然行けますね。戻ってきました。で、今火がついてるじゃないですか。実はですね、あの後火を起こしたりなんだりしてるんですけど、2時間半かかってやっとこの火にたどり着きました。ハギさんね、うちは忘れたんですよ。全然火がねつかない。たぶんね、火に火つけてもね、いろんなもんで青いでもね、全然火がつかないんですよ。こんなに火がつかないものかーっていう形でね思いました。で、隣の人がね、見よう見ようにね、うちは貸してくれたんですよ。ああ、これでと思って、そこからでもね、1時間ぐらいずーっとね、火が大きくなるまでね、仰いで、もうクタクタになっております。あ、じゃあね、すっかり日も暮れて夜になりました。でね、今から料理を作ります。
でね、まずお米ですね。まあ、いつもハギさん土鍋でお米作ってますので、まあ、似たような形でね、朝から浸水させたお米と、あと 150cc の水をもう入れておりますので、もうそのまま火にかけて、まあ、よくわかんないから、まあ、ガスってこんなにかけておりますけど、でね、次の料理作っていきましょう。ダッチオーブン買ってきました。初めにね、スキレットをやって、防腐剤サビ止めを取って、ね、やってみました。ちょっと準備大変でしたけど、でね、国産豚のもも肉をですね、ブロックで買ってきましたので、これに塩と胡椒と、あとニンニクをね入れて、まあ、あとは、ね、それに玉ねぎとじゃがいもかな、今回のはね、それで全部この中に入れて、ちょっと大きかったみたいな、半分に切りますけど、チュクチュクチュクってね、でダッチオーブンの中に入れると。あ、このダッチオーブン自体はですね、カインズで買いました。なんか12センチの、1400円、とてもちっちゃい、一番ちっちゃいのかな、あんま大きいのあってもそれでは食べきりませんのでね、それでねやってます。で、今ニンニクを切っております。ちょっとこれぐらい4倍速で映してますけど、全く声が入ってなかったっていう、ちょっと情けない状態なんですけど、まあ、あとね、夜で料理食って思いました。手元が暗い、全く見えない。なかなかね、気分に四苦八苦しておりましたけどね。でね、今このダッチオーブン中に入れてます。続いて、これは玉ねぎかな。玉ねぎの皮もね、ちゃんと取って、暗い中で料理してるのね、本当によくわからないっていうのがあります。もっと明かりをつければよかったのかなと思います。で、実際もハギさんね、これ火を起こすので、もうかなりここまで行くのに4時間ぐらいかかってるんですよ。もうクタクタになりながら料理作ってるんで、もうね、火起こしに関してはちょっといろいろと、まあ物を買ったりとか準備をしっかりやっていかなきゃかなと思います。で、最後にね、これ水入れて、でコンソメを一かけら入れて、あとは火にかけてゴーって感じですね。これでうまくできるでしょうかっていったところで、お楽しみしながら待っています。あとね、家から持ってきた、ずっと前に作ったナスのポタージュスープ、これね、冷やしてあるんですよ。冷凍してあるんで、もうそのまま自然解凍で飲んでいこうかなと思って持ってきました。ね、今移し替えてる状態ですね。糸込みをしっかりゴミに入れて、なんかね、ゴミをしっかりしないとですね、野生動物に食べられてしまうっていうことを書いてありました。ここはやりながらやっていこうと思います。はい、じゃない、できました。30分ぐらいやったかな。でね、もうホクホクになってる感じで、見た目はね、なんでこれをね、このお皿に取り分けていこうかと思います。結構ね、やっぱり声が入ってないので、すいません、倍速にしてます。で、じゃがいももホクホクでした。びっくりするぐらいホクホクでした。ダッチオーブンね、無水料理ができるっていうのこと書いてあったので、ね、今度それにチャレンジしていこうかと思います。でも肉の塊がどっさりどっさり出てきましてね、まあ、立ちくぐる煙とともに、とても香ばしくいい香りがしております。でね、これをバスバス切って、あ、最後にあれですね、これはパセリをちょこちょこっと加えましたね。ね、サビでね、処理にハサミはこういう時は楽ですからね。いや、中を見たらちゃんと火が通ってました。豚なんでね、やっぱりね通ってないと危険かなと思いながら、ちょっとちょこちょこ見ながらやってますけど、もうね、腕は疲れてるけど、お腹はすごい空いてるので、もう早く食べたくてしょうがないっていう感じでした。この時はね、そろ切り終わるかと思います。よし、じゃあいただきますということで、まあ、そのままやっていて、よし、一口、これはうまかった。外で食べる料理ってこんなに美味しいのかっていう、普通の調味料やってるんでね、家でも同じような味がするかと思ったんですが、やっぱり外のとこで食べるっていう自然の調味料っていうのが一番効きますね。で、もう乾いた体に黒ビール飲んじゃいました。グビグビと、最高でしたね。
こんなに美味しいっていうのはなかなかこれハマる人が増えるわけだわと思いましたわ。本当に、ね、相変わらずナスの冷製ポタージュスープも美味しいですし、長芋も食べましたけど、長芋も僕玉ねぎもね、あ、これ玉ねぎオニオンスープも作ればよかったななんて思うぐらい、もう丸ごと玉ねぎオニオンスープっていうのは今度やってみようかなと思います。ダッチオーブンすごく美味しくできるんじゃないかなと思いますので、まあ、相変わらずビビビ飲みながらですね、これをゆっくり食べてきましたよ。時間を忘れて、これが醍醐味かななんて、やっぱりキャンプした時は料理が醍醐味かなと思いましたね。その場ではないと味わえないものってあるかと思うので、またやっていこうかなと思います。それでは、thank you.